淡路島では見ごろを迎えた1万本のひまわりの摘み取り体験が始まり、訪れた人たちが黄色い花束を作っています。淡路市の観光施設パルシェ香りの館香りの湯では、およそ1万本のひまわりが見ごろを迎え、一面を黄色く染めています。植えられているのはヴィンセントクリアオレンジとヴィンセントタンジェリンの2種類で、代表作ひまわりで知られるオランダの画家ゴッホの名前から付けられたということです。体験は10本200円で、訪れた人たちは1本1本丁寧に摘み取っていました。夏が来たなという感じがします。ひまわりに元気をいっぱいもらいました。綺麗やな、チクチクした。ひまわりの摘み取り体験は花の状態にもよりますが、今月末まで予定されています。また施設ではドライフラワーなどを専用の保存液につけて飾るハーバリウム体験も行われていて、自宅でも簡単に体験できるセットの売れ行きも好調だということです。